はい、ここではですね、とりあえず DTM を始めてみたいけど楽器ができなかったりとか、楽器はできるけどどうやってこのソフトでですね曲を作っていくのかちょっとイメージができないという方に向けて、この動画で解説していきたいと思います。そしてここで使用するソフトなんですけども、 Mac を購入していただくと無料でついてくるガレージバンドというソフト、これを使用していきたいと思います。それでは実際に進めていきましょう。まず今回はエレクトロっぽい感じで進めてみたいと思うんですけども、そこで欲しいのはやはりリズムだったりするんですけども、例えばリズムが分からなくても全然大丈夫で、このようにループというものを使用して簡単に進めることができます。もちろんこれガレージバンドだけじゃなくて、ほとんどのソフトでこのようなループが搭載されています。この場合は上でですね、欲しいものをこう選択してどんどん絞り込まれたものを聞いて使用していくといった形なんですけども、今回は全てのドラム、そしてエレクトリック、これを選んでみましょうか。クリックするとこれなんかいいかもしれませんね。これを入れてみます。そうするとですね、このように配置されて、かつ再生に反映される。でこれにですね、じゃあベースを加えてみましょうか。もちろんこれも同じくベース、そしてそうですね、エレクトリックいってみましょうか。これなんかいいかもしれません。入れてみましょうか。こう見ていただくと、こう上のドラムが足りてませんよね。このように簡単にコピーすることができますね。実際これで聞いてみますと、このようにいい感じのサウンドになると。あとはですね、シンセサイザーも同じように足してみましょうか。これが良さそうですね。一回入れてみましょうか。そして聞いてみます。そしてこのシンセサイザーですね、途中から音程を変えたいなんていう場合も簡単にできます。今はこれ箱単位になってるんですけども、これを簡単に分割することもできます。分割すると何がいいかっていうと、ここの音程は変えずにこっちの音程を変えることができると。今ここ数字が出てるんですけども、これはですね、半音を言っていて7半音上に音程を変えるといったものですね。途中から聞いてみますと、こんな感じでバッチリと反映されてますよね。そして今気づいたんですけども、ちょっとテンポが遅い気がしますね。このテンポを自由自在に変えることができます。例えば今120っていうテンポなんですけども、これを130ぐらいにしてみましょうか。で、聞いてみますと、いい感じになりますね。で、先ほどの応用でですね、この箱全体をですね、分割してしまうと。もうちょっと拡大してみましょうか。こうですね。もちろん切ることもできるんですけども、短くすることもできてしまいます。この部分だけ使うっていう感じですかね。これをですね、短くして、例えばじゃあこうコピーしてみましょうか。同じような感じでどんどんコピーしていきます。そしてこれをもう一個短くして、さらにコピーと。そうすると音符がどんどん細かくなっていきますんで、これを聞いていただくと、こんな感じになります。このように簡単に好みに合わせて編集もできるといった形ですね。もちろんこのループに合わせて自分でメロディを打つこともできますね。今回はですね、シンセサイザー、リード。こんな感じで音色が並んでます。この時点でミディ鍵盤を持っている方はもう簡単に音色を確かめられるんですけども、ミディ鍵盤を持ってなくてもですね、ここの部分を押すと、簡単にその効果を確かめることができると。あとはこういう風にですね、演奏を記録していくことができます。で、そういう場合に便利なのが、ここですね、一部分だけ繰り返すという機能もですね、DAW にはついています。ですので、これ再生していくと、こんな感じで繰り返されますんで、あとはですね、聞きながらどん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 打ち込みができると。こういった形でしょうか。で、こう、いいパターン、メロディーなんかができたら、あとはこれをコピーすることも可能と。実際に同じメロディーなんですけども、ここで音程が上がってたりとかするので、こう、雰囲気が変わって聞こえると思います。一旦全部通して聞いてみましょう。こういった感じで、もう自分のアイディアだったりとか、こうしたい、こうしたいっていうのをですね、一人で集中して、こう、構築していける楽しさっていうのはですね、
なかなか魅力的なんじゃないかなと思います。次の動画でですね、楽器が弾けるけど、もしくはメロディーはあるんだけどっていう方に対して、どのようにオケをつけていけばいいのかというものをですね、このガレージバンドで解説したいと思います。それでは今回の動画はこれで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。